風夜は、エクアドルのアマゾン地帯に位置する都市の一つ。エクアドルの最大の県であるパスタサ県の県都であり、県内最大かつ最も人口の多い都市。山岳地帯東部の山腹に位置し、標高は約930メートルで、年間を通して、平均気温は摂氏20度前後。2010年の国勢調査では、人口は33,557人で、 国内で43番目に人口の多い都市。アマゾン地帯では3番目に人口が多く、ヌエバロハとプエルト・フランシスコでオレジャナに続く。プーヨは近くに別の集落もあり、5万人以上の住民が住んでおり、それを踏まえてもアマゾン地帯の都市の中では3番目の人口の多さを誇る。1899年5月12日に設立され、20世紀半ば、 以降から高立地により、複数の国内中心都市へのアクセスが改善され、人口増加が加速。エクアドルのアマゾン地帯の主要都市の一つとなった。現在はアマゾン地帯の最も重要な行政、経済、金融、商業の中心地の一つである。主な産業は商業、観光、農業。プーヨという名前はプーヨ川のほとりに位置していることが由来。 霧を意味する、キチュワ族の言葉、冬から来ている。アマゾン地帯に位置しているため、ほぼ毎日雨が降る。曇り、湿度が高い日が多い。1671年、バレンティン・アマヤ神父が、ピンド・グランデ川の隣に、教国の町を設立。植民地時代は、バーニョスとカネロスの間にある宣教師、商人などの憩いの場所だった。 先住民族の絶え間ない攻撃により人を寄せつけなくなり、19世紀初頭にその町は放棄された。1861年5月29日、すでに独立したエクアドルで、領土分割に関する第一報を発表し、15の県に国を分割した。それ以来、アマゾン地帯は、オリエンテという名前で識別された。しかし、 多くのアマゾンの管轄区域はまだ山岳地帯の県の一部とされていた。アマゾン地帯はナポ軍とカネロス軍で構成されていました。カネロス軍にはカネロス、サラヤク、リキーノ、アンドアス、先住民族のサパラとヒバラの町が含まれていた。1897年4月14日、エロイ・アルファロ大統領によって認可された国民議会の法律により、 オリエンテというアマゾン地帯の名称が作成された。これにより、1899年に、同大統領がオリエンテの特別法を制定し、地域に優遇措置を与えた。しかし、いくつかの町、集落は、山岳地帯の軍に属し続けた。この時、カネロス軍は、山岳地帯のトゥングラワ県に属していた。現在のパスタサ県の起源は、カネロス軍にあるが、 山岳地帯に属していたため1775年以来はパスタサの不誠実な集落だと呼ばれることもあった。プーヨという町は1899年5月12日に設立された。最初の数年間は主に先住民族が住んでおり、メスティソの商人などがバーニョスカネロス間の旅行で休憩として使用していた。百二十一年、オリエンテは政治的に ナポパスタサ県とサンティアゴサモラ県に分割され、最初の本部は、スクンビオス、ナポ、パスタサに置かれた。1953年11月10日、オリエンテ特別法の新しい改革により、この地域は3つの県に分割され、ナポパスタササ県は維持され、モロナサンティアゴとサモラチンチペ県が新しく作られた。その後、1959年10月22日に、 承認、同年11月10日のオリエンテ特別法の新しい改革により、テナオケントとするナポケントパスタサケンが誕生した。パンバイ側と合流するプーヨ川プーヨの地理的特徴として、エクアドルのアマゾン地帯の中心に位置していることだ。プーヨはパスタサケンの西部、アンデスサンム東部に位置している。バニョスから車で約1時間。自然が豊かであるため、 多種多様な生物が生息しており、観光面でも自然を生かしたアクティビティが豊富である。プーヨ内外でプーヨ川をはじめ、パンバイ川やピンド川が流れており、水の豊かさを誇る。プーヨは熱帯モンスーン気候であり、年間を通して降水量が多いため、明確な寒気はなく、気温は15摂氏32度。年間平均気温は摂氏20度。赤道地帯では、 夏や冬という概念がないため、寒気、または雨季しか存在しない。赤道に近いため、気候は一定。10月から5月が雨季となり、3月と4月は最も雨が多い。7月と8月は最も穏やかな時期だが、変わらず雨は降る。雨が降ると涼しいが、晴れた日の気温は高い。プヨ川と展望台プヨの重要産業の一つで、ある観光は、 近年では常に変化している。プーヨの観光業は自然の豊かさ、美しさ、先住民族の特徴を生かした異文化体験、美食、アドベンチャー、エコツーリズムに注力している。プーヨの観光は各軍や他地域と深く関連している。パスタザ県全体の主な魅力は自然であり、豊富な生物多様性に恵まれている。このエリアでは 様々な滝を訪れたり、メルコ茶をはじめとするご当地グルメを堪能したり、様々な民族工芸品と出会えたりする機会が多く、ある。プーヨのロサリオ大聖堂協会現在、プーヨはアマゾン地帯で3番目に人口の多い都市であり、2010年の人口調査によると33,557人の住民がいる。セルというプーヨの隣町にあるリオアマゾナス空港という、 小さな空港を使用。シェルはプーヨから約10キロの距離。空港は1937年にロイヤルダッチシェルによって設立1948年に放棄。現在国家によって管理されている。滑走路が小さいため小型のプライベート及び商用飛行機のみ使用している。パスタザ県内のアマゾン奥地への移動などに使われている。プーヨの バスターミナル公共交通機関は住民にとって主要な交通手段である。プーヨはサンフランシスコというバス会社を中心に多くのバス会社が各方面にバスを走らせている。バスターミナル使用量として0.1アメリカドルが必要になる。未成年者、高齢者、障害者などに割引を適用しているバス会社もある。木との木とんべターミナルまでは7アメリカドル。 同じく、キトのカルセレンまでは8アメリカドル、バーニョスまでは2.5アメリカドル、アンバトまでは3.5アメリカドルである。市内は、石畳のような箇所もあるが、ほとんどが舗装されている。プーヨ内の主要な通りプーヨは、他のオリエンテの県をはじめ、シエラの主要都市、コスタの主要都市など幅広いエリアに長距離バスが走っている。オリエンテ、シエラ、コスタアマゾン州立大学。 公教育は国の立地域と同様に348条の規定に従って大学まで無料であり憲法の356条及び357条で批准されている1年は9月に始まり7月に終わるプーヨにはエクアドルのアマゾン地域で最初の高等教育機関であるアマゾン州立大学がある2002年10月18日設立プーヨの アマゾンという恵まれた環境と先住民族や移民の影響を受けた多彩な食文化を形成している。プーヨではアマゾンならではの料理を楽しむことができる。例えば川や湖など水中の栄養素の量が多いため、川魚のティラピアは定番の食材であり、世界最大級の大きさを誇る淡水魚パイチェもプーヨ内のレストランで味わうことができる。 オレジャーナ通りプーヨは商業、観光、農業に基づいて幅広い経済活動を行っている。木材の売買をはじめ、バナナ、ユカイも、砂糖、キビの販売、ティラピアの養殖、養鶏などが盛んに行われている。プーヨ内にはエクアドル全土に店舗を構えているチェーン店や個人経営の店、レストラン、少ないが世界規模で有名なブランドの店もある。プーヨには 新聞、ラジオ、テレビ、電話、インターネット、郵便などのメディアがいくつかあり、一部の農村地域では衛星電話とインターネットがある。プヨシエー競技場、パスタサ県スポーツ連盟は、パスタサ県全体のスポーツの統治機関、エクアドル内閣県と同様に、最も人気のあるスポーツは、サッカーボールである。現在、パスタサのプロフットボール協会には四つの、 サッカーチームがあり、第二カテゴリーの地方選手権に参加している。また、プーヨは、バスケットボールも盛んであり、街中にはいくつもコートが見られる。エクアドル独自のスポーツであるエクアボレーも、人気上位のスポーツであり、ホテルやプールなど、各娯楽施設には必ずと言っていいほどエクアボレーの、コートが併設されている。ありがとうございます。